おいよ、しまいがこい、カス、ザボ。今日11月27日の土曜日です。はい。明日は試合ですね。はい。とうとうやってきました。それの今日、前日計量ということで、はい、会場に到着したんですけども、どうですか、今の心境は。そうですね。はい。減量がちょっとしんどかったですね。ちょっとミスして。そうですね。はい、ちょっとしんどかったっていう。ちょっと声もちょっと枯れてますもんね。はい。なかなか大変だったと思います。まあでも、はい。まあ僕はあいつムカついてるから。はい。あいつ、ごめんな。はい。ちょっと俺、軽量の時、うん、対戦相手と今日初めてっていうか、会うから。インキャラインキャラって思ってた人、うん、はいはい、だから見たことない俺になってまうかもしれん。どういうと言いますと、どういうこと。だから俺もうめちゃくちゃ煽るし、うん、舐めてんねんやし、ほんまに怒ってんの。ほんまに怒ってる。そうなんや、うん、エンタメとかないし、うん、ほんまに怒ってるからほんまにおちょくり倒すし、うん、だからもう見たことない俺にビビってまうかな。俺が、うん、俺カメラ回してるけどちょっとどうしようひるんでしまう可能性あるかなみたいな、ちょっとそれは怖いな。それが心配。俺ってまあ覇気出すんやん、やっぱり、うん、だから俺の覇気にビビらんかなと思って。どうなの、絶対対戦相手とこう顔合わせするわけやけど、うん、ちょっとそれの緊張とかはあるん。いや全然ない。全くない、うん、早くしたい。もう今すぐにでも試合したいみたいな感じ。そうやな。なるべく怖がらへんようにはするけど、うん、俺もおじけづいてまうかもしれんな、うん、だから電話時の覇気に。視聴者の皆さんにも僕のこういう姿とかあんま見せたいと思うんですけど、その今回画面のな、うん、ブレが多分出てまうと思うんですよ。俺の覇気でビビったら相方がこうガタガタガタってなってまうと思うんで、そういうのをちょっとお見苦しいかもしれないですけど、はい、ちょっと見てください。もうあとはみんなの気持ちを背負ってやね。せやな。チャンネル登録者の方の、応援してくれてはる方の思いを背負って、うん、登録してくれてるってことは俺のことちょっとでも好きやったってことやから、うん、好きやってことやから、だから4万人の人たち、うん、俺背負って戦いに行くから絶対負けへんし。でまあこれは、はい、電王自体、はい、あいつ誰やったっけ、平野、はい、っていう対戦相手の戦いじゃないんです、はいはい、チーム電王です。あ、チーム電王寺。そう、チーム電王寺。このファン4万人、はい、プラス、教えてくれた玉井道場、OSC、はい、新庄塾、相方の4、はい、ファンの皆さん、はい、このチーム電王寺 VS、平野ですよ。クソインキャラ、俺に喧嘩打ってきたクソインキャラの平野。はい。その戦いなんで。戦争やな、もう。戦争よ。ちょっとビビらないの、今からね、もう計量始まるんで。せや、行きましょうか。バチバチやったろうかなと。やったろうかなと思ってます。思ってるみたいなんで、はい、見てあげてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バキバキやバキバキやっていくから。電王寺さん。来た。平野選手。こっちおるか。63.8。オッケー。見たこともらっていいですか。やってやります。今うまい。うん。そうだ。それでは電王寺さんです。よろしくお願いします。平野選手、よろしくお願いします。それで明日の試合に向けてちょっと質問が、5つほど届いてますので、それに答えてもらったらいいかなと思っております。じゃあいきます。ライブ配信アプリワンツーポップコーンの米澤です。対戦相手の第一印象をお伺いします。平野選手からよろしくお願いします。はい、先輩騎手の平野です。印象は、まあ、YouTube 最初はまあ誰か知らなくて、まあ、YouTuber かなって感じだったんですけど、なんか後々いろいろなんかネットとかでぐちぐち言ってるみたいなんで、まあ、ただなんかネットヤンキーかなみたいな、ほんまなんかただネットヤンキーなんかなみたいなっていう印象ですかね。それでは電王寺さん選手、対戦相手の第一印象よろしくお願いします。まあそうですね、陰キャラやなっていうぐらいしかね、あと背が高いのっぽな陰キャラぐらいしかね。そう、陰キャラというのはなんでそういうふうに思うんですか。いやなんか前試合出た時に僕負けたんですけど、雄星選手に、まあ、負けたんやけど、その後に外で負けた僕捕まえて、次僕とやりましょうよみたいな言ってきあって、普通格闘家なら、まあ、僕フォークデュオなんですけど、格闘家でもないですけど、格闘家ならね、格闘家なら勝った雄星選手に僕と次やりましょうよと言うんじゃないかなって。でも陰キャラやから、いや陰キャラすぎて僕に次やりましょうと言ってきたんじゃないかなと思って。
陰キャやなと思いました。ありがとうございます。次の質問に行きたいと思います。週刊カーフキックの宮本です。今回試合に向けてどのような練習をしてこられましたか。平野選手よろしくお願いします。まあ、今回、まあ、相手が、まあ、前の試合もちょっとちらっと見たんですけど、まあ、なんかフック振り回してるイメージしかないんでね、まあ、なんか普通にいつも通りに練習した感じですかね。あとは、まあまあ、ワンツーをちょっと重点的に練習しましたって感じです。ありがとうございます。じゃあ根尾さん、今回の試合に向けてどのような練習をしてこられましたか。そうですね、陰キャってどうやったら倒せるのかってネットで調べたんですけれども、陰キャってもうほんまあの本読むクラスの端っこで本読むことしかできんから、どうやって倒したらええやろなって思ったところ、あの本にあのこの落書きしたりとかしてい、いたずらするっていうような練習を重点的にしてきました。あ、いたずらをすると、はい、リングの上でいたずらを見せる、はい、反則はダメですよ。でも反則はダメなんで、だから僕今回格闘技の練習まず一切してなくて、はい、お前ですか、まあ、いたずらして、はい、なんか嫌がらして学校来やへんようにしようかなみたいな、トリックアトリートみたいな、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次、月間スクワットの竹内です。ズバリ今回の試合はどのような形で決着がつくと思いますか。平野選手よろしくお願いします。ズバリ、まあ KO というか、まあ相手が嫌がることして、まあ痛ぶったろうかなと思ってます。それでは、おじさんよろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと僕も今怒ってるんで、この陰キャに喧嘩売られてる感じがちょっとイラついてて、ちょっと言葉震えて持ってるんですけど、 あの真似してませんやん、ちょっと相手の嫌がることをしてみたいな、はい、陰キャラって自分の発想ないからすぐ真似してくるんですよ、はい、だからまあ、今回に関しては4分間もう4分ですね、2分2ラウンドなんで4分間殴り合ってくれたらありがたいかなと思ってます。まあ、向こうはね、対戦相手の人は倒す力は前回の試合で倒してはるんで、 2,30 秒で倒してはるんで、まあ、倒す力はあると思うんで、まあ、それに打ち負けないようにこの殴り合いをしていじめてやろうかなと思ってます、はい、オス。ありがとうございます。殴り合いましょうよ。殴りますか。はい。おお、いいですね。打ち合いの展開になるぞ。うん、打ち合ってくれたらね。いや、逆に、この前の試合だけど打ち合ってくれるんですか。打ち合います、打ち合います。ありがとうございます。じゃあ、続いて、藤田、師匠の藤田さんが、はい、質問がそうなので、一つお願いします。まあ、ディープキック実行委員として、今後はディープキックでこの勝利を経て、どういうふうに活躍していきたいかっていうのをちょっとお聞きしたいですね。じゃあ、平野選手、よろしくお願いします。まあ、この勝利というか、僕自身その先駆け地区にその、まあ、師匠とする優弥、まあ、選手がいて、優弥、まあ、選手のようになりたいんで、やっぱ最初優弥選手もやっぱディープキックから成り上がっていったんで、やっぱ僕もその道を歩んでいきたいかなと思ってます。電話でさん選手よろしくお願いします。今後の展望、今後の展望、はい、そもそもですけど、電話おじさんみたいなやつに喧嘩売ってる時点で、その優弥選手、僕も知ってますけど、優弥選手にはなれません、はい。ほんで、今回の大会を勝って、どうしていくかってことなんですけど、まあ、僕は今回の試合を試合と思ってないんで、ただのいじめやと思ってるんで、ほんま申し訳ないんですけど、もう試合は思ってないんですよね、ただ、はい、ただいじめるだけ、ただの陰キャをいじめるだけ、はい、しかも陰キャラとか言ってて、なんか動画めちゃくちゃ探ってるらしくて、僕らの YouTube の動画を探ってるらしくて、なんか怒ってるっていう情報も入ったんですよ、はい、なんかあいつがなんかネットヤンキーやどうのこうのみたいな、生きて怒ってるみたいな。多分ね、僕この知り合いにも、この対戦相手の元カノがおったんですよ、はい、その人がね、まあ、めちゃくちゃギャルやったんですよこんなクソ陰キャがなんでこんなギャルと付き合えてんやろうなと思った時に考えたんですよ、普通おかしいじゃないですか。これ陰キャのことを隠してるなと、陰キャのことを隠して付き合って、でももう別れてるじゃないですか。じゃあ元カノと別れたってことは、そのギャル、あ、陰キャってことがバレてるんですよ。俺はヤンキーだよって言ってギャルと付き合ったのに、陰キャだということがバレて別れてしまってるんですよ。なるほど、はい、で今回怒ってるじゃないですか。だから今狙ってる女おるんでしょうね、かもしくは騙して付き合ってる女がおるんでしょうね。すいません、警察呼んでもらっていいですか。すいません。なんでですか。いや、詐欺師おるんで、ここに。詐欺師ですか。はい。どういうところがですか。え、女騙して、自分のことヤンキーやって偽って、陰キャラのくせに、もう詐欺師ですやん、女騙して。警察呼んでもらって、警察呼んでもらっていいですか。彼女おるんや、ごめん、大丈夫。彼女おるんやけど、大丈夫。彼女おるん、逆に大丈夫。いや、大丈夫、逆に。逆に大丈夫。かわいそうや、その彼女がかわいそう。警察呼んで、すぐ。ありがとうございます。じゃあ、最後、電話時の、登録者の、ファンからコメントがいくつか届いてるんで、はい、ちょっと読み上げさせてもらいたいと思います。ごめんなさいね、前回同様、僕ファンいるんで、4万人の。あなたファンいないでしょうね、陰キャラやから。友達もいないでしょうね。
今日会見誰と来られたんですか、計量。母親ですけど。あ、ママ。あ、ママと来たんだ。普通ママとは来ないでしょ。あ、インキャラやからか。ごめん。インキャラやからママと来たんだ。ごめん。僕は友達と来たけど、インキャラが友達おられた。ごめんな、そうですね、ごめんな。じゃあ、デオジのリスナーからの応援コメント、5つほど届いてるんで読ませてもらいたいと思います。まず1つ目、デオジ気象院。2つ目、デオジ問題、YouTube やめろ。確かにね。デオジ弱すぎ、お前なんか売れるわけない。またこれ。で、最後の応援コメント。頑張ってください、小島よしおさんが来てました。ありがとうございました、応援メッセージくれた方々。すいません、それで、そのコメントのことであるんですけど、はい、ちょっとデオジに今日プレゼントを用意したんですよ。おちょっといいですか。しっかり見て勉強した方がいいかなと思ってちょっと用意しといたんですけど。勉強、はい、しっかりこれ見てね。はい、どうぞ。こいつほんま格闘家としてあるまじき行動ですわ、はい、いや、しっかり上げてもらったらいいんで。アホやな。はい、すげえ、そんなどしこいつインキャラやからこういう陰湿なことしかできません。かわいそうやなと思います。しっかり中も見てなんかやってくれてやってないよこれ。しっかりこういうのね当てて、全然こういうふうにしてくれてんねんで。俺にこいつ明日負けるくせに1000円もかけてましわ金かけてリングで倒れてありがとう、これはいただくわ、シンプルに。ありがとう。俺からはないけどな、お前みたいなやつにプレゼントしんの、はい、じゃあそれでは今回の会見を終わりたいと思います、うん、じゃあ最後のお互い向き合ったらフェイスオフでお願いします。じゃあ勝ったら決定やる。勝ったらだから王だけで1回戦を飛んでって、そんなメンバーが、ね、あ、ちょっとそう、あ、ちょっと、喧嘩ちゃった服乗ってやる。来いよ、お前が来い。カス、ザボ、陰キャ、気持ち悪い陰キャ。陰キャのくせに俺に使ってくんな、カス。ねえ、これ、漫画の見過ぎやねん。ありがとうございました。君の明日は君のため、誰のために来るの、周りが押し付ける常識は自分自身に問いかけろ、正解はお前だ、自由。